はい、今日も始まります。松尾修造ですけどね、これ多分女子高生なんか誰一人として見てへんやろうね。もう多分見た瞬間に却下されるんやろうけどね。昨日あのネット流行語大賞っていうのをね発表させてもらいました。この時期そういうのは多いですけどね、女子高生の携帯流行語大賞2011っていうのを見けましてね、もう同じネタでやってまおう思いましてね、今日はやりましょうけどね。金賞はね、なんていうのこれ、リア充っていうんですかね、よくわからへん、全然わからへん。これ銅賞がテヘペロ、これもわからへん。あ、ちょっと銅賞、銀賞はテヘペロで、銅賞はね、アゲポヨ。これはちょっと聞くからわかるかな。何ちょっとこうおっさんやな俺。アゲポヨはなんかこうテンション高いってことかな。間違ってたらちょっと女子高生教えてください。4位がトリマ、5位からの、6位あーねーって、こんな言い方したらキショイとか言われるんやろうな俺、嫌やな。7位がかわいいね、ちょっと言い方じゃない、かわいいあいつやな、まあまあやめとこう、恥ずかしくなってきた。8位がキャワタ、9位がオーシャンティ、10位がまる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 もりもりっていう。あ、もう女子高生の流行語大賞全然わからん。これはもう39歳もんな俺、やばいわ。あ、ダブルスコア以上いってるもん。はい、松尾修造でした。ありがとうございました。女子高生見てたら注意してください。キモいとか言うてください。バンバン言うてください。ありがとうございます。絶対言われるわ。